今日のパイロット、つまり船の舵取りはジェイコブ・ブラッグス。彼はこの川のことなら誰よりも詳しく知っています。そこで私たちは彼を博士と呼んでいるんです。彼に任せておけば心配は無用です。ありがとうございます、キャプテン。この川のことだったら浅瀬や障害物の場所、どこが湾曲していて何を目印に進めばいいか、何でもこの私に聞いてください。博士、トムソーヤ島付近の水路は泥が堆積しているせいで特に水深が浅くなっているそうだな。その通りです、キャプテン。しかし船底が平らで船尾に外輪を持つこの船なら全く問題ありません。マーク・トウェイン号のような外輪船はこういった浅瀬にはうってつけの船なんです。水路の名前はゴールドストライクチャネルだったね、博士。はい、キャプテン。左舷のビッグサンダー鉱山から金が出たことにちなんでそう名付けられました。金脈が発見されてからというもの、一攫千金を夢見る人々が続々と西部へ押し寄せています。そういえば私たちのところに鉱夫がやってきて、川西のすぐそばを航行してほしいと頼まれたことがありました。この船の外輪が川底の泥を巻き上げれば金塊が一つや二つ見つかるんじゃないかと